ホタルガとは、蝶目マダラガか、ホタルガアカのガの一種である。前市長は25から30ミリメートル。触角は、くしは状。頭部は赤い。それ以外の銅と、羽は、艶消しの黒で、前市の先端近くに斜めに走る白い帯がある。成虫の出現は6から7月と9月頃。平地から山地にかけて出現する。昼間に飛ぶガで、森林域の木陰を、 ひらひらと飛ぶのがよく見かけられる。最近は住宅街でよく見かける。幼虫はサカキとヒサカキを食草とする。日本の岩手県でレッドデータブックのランク D の指定を受けている。白したホタルガチアルコシアレモタウォーカーは全体によく似たがで、講子に大きな白飯がある。名前の由来は全身が黒くて、頭部だけが赤い体色がホタルを思わせるためである。 これはホタルへの擬態とも取れる。ホタルは悪臭を持つものがあり、擬態の対象となる例があるとされる。しかし、マダラガ類にも悪臭を持つものがあり、やはり時に擬態の対象とされる。従って、これは擬態対象主同士が似るというミュラー型擬態の例とも言われる。幼虫は黄色と黒反転を持った毛虫で毒を持っている。ありがとうございます。